はい、どうも皆さんこんにちは。 DIY 道楽の鉄でございます。今回はですね、こちら T 型レンチ、こちらの収納を考えたいんですけども、ここにこう引っ掛けても次、こう、そしてまだまだあるよ。そうすると、というわけで今回はね、このかさばる T 型レンチたちをすっきり収納できる T 型レンチホルダーを作ってみたいと思います。というわけで買ってきた材料をこんな感じでございます。これまず L 字の金具2つ、こちらはね6個買ってまいりました。金具のこの穴、こちらがですね、これ M6 がちょうどいけるんじゃないかなと。というわけでやっていきましょう。そしてこれにね、さっきの M6 のボルトを入れていきます。よし、それでは早速これ取り付けていきます。よっしゃ、乗っけてみましょう。まず大きいのから、でん、あ、これ2個ぐらいいけるな。そして中くらいの、でん、ここら辺、でん、そして小さいの、でん、でん。はい、どうでしょうか。なかなかね、取り出しやすいですよ。ほら、こんな感じ。いいじゃないですか。はい、というわけで皆さん、どうもご視聴ありがとうございました。